皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルのたけみです。今回はミニマリストユミニャンさんが書かれたお金の作り方、ゼロから5年で資産を1000万円にしたテクニックをご紹介していきたいと思います。とてもためになって多くの人が勇気づけられる内容だと思いますので、この動画で気になった方はぜひ概要欄のリンクから一度手に取って読んでみていただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元で人に騙され貯金ゼロ、どん底の人生から資産4000万円を作った物語について、二元でミニマリストこそ無理なくお金を貯める最適解であるということを解説していきたいと思います。それでは早速一元の人に騙され貯金ゼロ、どん底の人生から資産4000万円を作った物語から解説をスタートしていきましょう。さて、著者のミニマリストユミニャンさんは28歳から5年の歳月をかけて1000万円の資産を貯め、36歳の今ではなんと資産4000万円に到達していらっしゃいます。そして今では登録者約9万人の YouTube チャンネルを運営され、本を執筆できるまでに至っています。このように聞くと、どうせ一流企業に勤めているとてつもないエリートなんでしょと思われるかもしれませんが、ここまでたどり着くまでの道のりは相当に厳しいものでした。生きていれば辛いこと、悲しいこと、絶望の果てに追いやられてしまうことがあります。著者もそんな過酷な人生を送った一人の女性です。まず子供の頃から憧れの大手ゲーム会社に懸命な努力を積み重ねて、新卒で入った著者は夢が叶ったと喜んでいました。しかしそんな喜びもつかの間、著者が新卒で入社した14年前のゲーム業界は信じられないくらいの過酷な労働環境が当たり前の時代だったんです。なんと月350時間労働、残業は月170時間というブラック労働。そんなブラックな環境で働き続ける中で、ホルモンバランスが乱れ、生理が100日間も止まり、顔中に200個以上のニキビができてしまいます。心も体もボロボロになり、ついには仕事が続けられなくなってしまいました。このような中で夢を叶えたとしても、過酷な環境では幸せになれないということを著者は心の底から痛いほど実感します。そしてもういっそ誰かに養ってほしいと結婚に逃げますが、マイホーム購入後に離婚してしまい、貯金ゼロに転落。人に依存して結婚しても幸せになれない、必要なのは自立だと著者は胸に刻み、自分で生きていこうと決意します。そして貯金がゼロだったので、節約のために1年半ほど家では水道水と業務スーパーのパンだけを食べるという生活をし、徹底的に支出を削りました。その後家計簿をつけ、徹底的に支出を見直したおかげで、節約1年目に100万円、2年目には合計300万円を貯めることができました。そしてもっとお金を増やしたいと思うようになり、投資に興味を持ち始め、仮想通貨を勉強し始めます。ところが仮想通貨詐欺に遭ってしまい、高額のお金を再び失ってしまいます。そこからさらに不動産詐欺、恋人に騙されるなどして、血のにじむ努力と節約でやっとの思いで貯めたお金を失い続けていきます。このように著者は会社には搾取され、人にも騙され、まさにどん底の状態にありました。ではこのどん底の状態から現在のように4000万円の資産を築き、本まで出版し、自分の人生を勝ち取れたきっかけは一体何だったのでしょうか。それはズバリお金の勉強です。仕事や恋愛、老後まで考えると、今のままではなんとなく将来が不安、このような悩みを持っている人は多いでしょう。ですがこの悩みは自分自身がしっかりとした資産を築くことで解決できます。そしてしっかりとした資産を築くにはお金の勉強をすることが必要です。お金の勉強をしていないと、著者が騙されてしまったように甘い話に騙されてしまいます。世の中には
あの手この手を使ってあなたの大切なお金を騙し取ろうとしてくる人がたくさんいます。お金を貯め、そして貯めたお金を守ったり有効活用するためにお金の知識が絶対に必要なんです。そしてこのお金の勉強とそれに基づくまともな投資にミニマリストと転職副業を組み合わせることで資産を加速度的に増やすことができます。つまり著者は人に騙されどん底の貯金ゼロの状態から、1. お金の勉強とそれに基づくまともな投資、2. 資産を増加させるミニマリスト、3. 資産形成が加速する転職副業、この3つを実行することで4000万円の資産を築くことができ、本まで執筆できるほどに人生を好転させたというわけなんです。さてこれを聞いている皆さんもね、老後にまとまったお金が必要であるということはすでにご存知だと思います。世間を騒がせた老後2000万円問題も有名ですよね。多くの人が老後に2000万円も貯められるわけがないでしょと思っているかもしれません。ですが著者のようにしっかりとお金の勉強をして無駄なものにお金を使わないミニマリストになって、さらに収入を上げるために転職や副業にしっかりと向き合えば老後2000万円問題も自分の力で解決することができます。というわけでまずはまとまった資産を作るための大きな柱である老後に困らないお金の増やし方、そしてまともな投資についてお話ししていきたいと思います。さてお金の増やし方とか投資というと怪しいとか危ないというイメージを持っている人も結構いらっしゃるかと思います。確かに詐欺が横行しているのも事実ですから、お金を増やそうと思った時に詐欺に引っかかって大切なお金を失わないようにちゃんと正しいお金の知識を身につけることはとても大切です。例えば皆さんがお金を増やそうと思った時にポンジスキームという有名な詐欺に注意をする必要があります。ポンジスキームとは毎月10万円を預けると利益として毎月1万円が入ってきますよなどとあたかも利益が出ているような言い方をしてくる詐欺のことであります。ところが実際は預けた10万円の中から毎月1万円が支払われているだけでお金が増えているわけではありません。よくあるパターンは初めて3ヶ月ぐらいは約束通りのお金を払ってくれるけど、ある程度の人数からお金を集めたら逃げてしまい、最初に預けたお金はその後返ってこないといった詐欺であります。この詐欺の厄介なところは実際に最初の数ヶ月はお金を受け取れるため、これは良い投資だと信じ込んだ友人からも誘われてしまう可能性があるということなんです。友達は詐欺だと気づかずに良かれと思ってあなたに勧めているので悪気がありません。その結果友達と一緒にみんなでやろうと始め、最終的には友達も自分も損をし、友達も失って終わる結果が大多数です。このように投資を始めようとしてギャンブルや詐欺に遭い、結局まともな投資にたどり着けないままお金を減らして投資の世界から退場してしまう人が多くいるんです。だからまずは投資でお金を増やしたいのならこういった罠を避ける必要があります。とにかく甘い話は必ず疑う。世の中に甘い話なんてあるわけないんだから、甘い話を全て無視するという姿勢を貫くことによって多くの詐欺を回避することができるでしょう。ではこういったことを踏まえた上で具体的にお金を増やすためには何に投資すればいいのでしょうか。ギャンブルや詐欺ではないまともな投資とは何なのでしょうか。結論を先に言うとインデックス投資になります。著者は本書でやるべきまともな投資としてインデックス投資をおすすめされています。投資には本当に様々なものがありますが、このインデックス投資が特に初心者がやるべきものとしては一番良いと推奨されております。このインデックス投資によって老後2000万円問題も自分の力で解決することができます。このインデックス投資とは
株式投資の一種です。株式投資というとソフトバンクとか楽天といった個別の株に投資をするというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、個別株の上がり下がりを予測することは難しいですし、個別株をたくさん買うにはお金がかかります。ですから個別の株式に投資をするのではなくて、複数の会社の株がまとまってパッケージになっているファンドを購入するんです。これならば少額からでも投資ができます。複数の会社の株がまとまってパッケージになっているファンドの中でもおすすめはインデックスファンドというものになります。このインデックスファンドというのは金融商品の中でもかなり堅実な方で、手間もかかりませんので素人が手を出すべき商品と言われているものです。インデックスファンドの代表的なものには S&P500 があり、これはアメリカで時価総額の大きい主要な500社の株がまとまってパッケージになっているものです。例えばアマゾンとかアップルのような私たちもよく知っているアメリカのでかい会社がこの500社の中に入っているんです。簡単に言うと、あなたがこの S&P500 を1万円分買ったとすると、アメリカで時価総額が大きい主要な500社の株を少しずつ持っているということになるんです。この S&P500 が最も有名で最も人気のあるインデックスファンドでしょう。ちなみに投資の神様ウォーレン・バフェットも株で儲けたいならインデックスファンドを買えと主張しております。自分が死んだらほとんどの資産をインデックスファンドにつぎ込むようにと遺言を残しているほどだそうです。さてではインデックス投資によってどれだけお金を増やせるのでしょうか。過去のデータを見るとだいたい年平均 5% 程度の増加が目安になります。つまりあなたが100万円インデックスファンドに投資をしていれば1年間でだいたい5万円儲かるということになります。もちろん1000万円投資すればその 5% は50万円ですから、投資する額が大きければ大きいほど期待できる収益は大きくなります。このように言うとたった 5% かと思われるかもしれませんが、ポイントはこの投資したお金が複利で増えていくということにあります。この複利という概念を理解しているかどうかがあなたの投資人生の運命を決める大きなポイントでしょう。ですのでこの複利についてはぜひとも理解してください。複利とは増えたお金が元のお金と合算されて、そのお金にまた運用益がついていくことになります。例えば先ほどの S&P500 ならば期待できる利回りは年平均 5% ですから、100万円をインデックスファンドに入れれば1年後には5万円の利益を受け取ることができます。ここでこの5万円をね、よっしゃ儲かったとか言って引き出して使っちゃうと、2年目も元本は1年目と同じ100万円ですから、2年後の利息も5万円ということになります。これを単利と言い、利息は毎年5万円ずつになります。一方で1年後に得た5万円の利息を無駄遣いせずにそのままインデックスファンドに入れたとしましょう。そうすると2年目の元本は105万円ですから、2年後の利息はこの105万円の 5% で5万2500円になります。そして3年目もこの5万2500円を元本に組み込んで運用すると、3年後に受け取れる利息は110万2500円の 5% になります。このように得られる利息を無駄遣いせずにずっと元本に組み込んで運用するのが複利です。1年目2年目ぐらいだと単利であっても複利であってもトータル金額はそんなに変わりませんが、これが10年20年30年となってくると信じられないぐらいの違いを生み出します。例えば100万円を毎年 5% で30年運用すると単利の場合は約250万円となり 2.5 倍になります。ですが複利の場合はなんと約432万円になり 4.32 倍になるんです。さていかがでしょうか。このように具体的に計算してみると複利の凄さが分かっていただけると思います。30年で 4.32 倍ですから、あなたが今100万円インデックスファンドに入れて30年放置して30年後によし引き出すかと思った時には432万円になっているということです。もちろんね、投資である以上
必ずしも毎年 5% の利回りを確保できるとは限りませんが、時間を味方につけて複利の力を活用することのインパクトをここで実感していただければ嬉しいです。単純に銀行に預けておくだけではほとんどお金は増えませんから、貯金するモチベーションが湧いてこないかもしれません。ですがインデックスファンドなどによって、ああこうやってお金は増えていくんだということが具体的に理解できれば、お金を貯めようという大きなモチベーションになるでしょう。アインシュタインも複利効果は人類最大の発明と言いました。大昔から複利を味方につけてきた人がお金持ちになっていくのです。とはいえここで注意するべきことがあります。インデックス投資は最初の5年間はマイナスになりやすいという点です。例えば今回のコロナ禍のように一時的に暴落しマイナスになることもあります。ですが絶対にそこで投資をやめてはいけません。なぜなら15年経つとどんなにマイナスのスタートで始めていてもプラスに転じる確率が非常に高くなるからです。そして20年経つと値動きの幅がだんだん縮小してきて、よほどのことがない限り最終的に平均年利プラス 5% 程度に落ち着いていきます。そのためインデックス投資をやるのなら最低でも20年は続ける必要があり、途中での取り崩しは現金であると覚えておいてほしいです。20年という長期で持ち続けていると一時的な暴落はあれど最終的には平均年利 5% 程度に落ち着くので、一時的にマイナスになっても焦らずに持ち続けることが重要なんです。インデックス投資は20年経って平均年利 5% 程度の利回りになる老後資金を確保するための投資です。つまりインデックス投資につぎ込むお金は20年放置しておいても良いお金ということになります。つまり今持っているお金をほとんどインデックスファンドにぶち込んでしまい、生活資金が足りないから途中で取り崩さなきゃいけないといった事態は防がねばなりません。つまり生活費は別で取っておいて、余ったお金をインデックスファンドにコツコツ積み立て投資しておくというのが多くの人が実行できる現実的な方法でしょう。インデックス投資を始めたら忘れるぐらいがちょうどいいと著者は言います。インデックス投資を始めたらチャートの値動きに一喜一憂する人がいますが、20年という長期で持つんだから別に短期的に上がったり下がったりはどうでもいいんです。積み立ての設定をしたらあとは忘れてしまいましょう。ではまだ投資をやっていないという人は何から始めればよいのでしょうか。それはつまり積み立てNISAとiDeCoになります。この積み立てNISAとiDeCoというのは政府が国民に老後資金を貯めてもらうために主にインデックス投資でお金を増やすことを推奨する制度になります。通常投資でお金が増えると約 20% 税金がかかりますが、その税金を払わなくても済むように優遇された制度が積み立てNISAとiDeCoなんです。つまりインデックス投資でお金を増やせば老後資金が確保できるから、積み立てNISAとiDeCoという制度を使ってくださいね、これらは税金も取りませんよというのが政府から国民に向けた老後資金を確保する方法の回答なんです。つまり老後2000万円問題は積み立てNISAとiDeCoによって解決することができるんです。この2つは老後資金を準備する手段としてとても重要ですから、この2つについてサクッと解説しておきましょう。まず積み立てNISAとは年間最大40万円まで投資可能で、20年間税金が免除される制度です。積み立てというだけあって毎月最大 3.3 万円をコツコツ積み立てていく形式になります。仮に年間40万円を30年間投資した場合、年利 5% で計算すると約2774万円になるんです。つまり老後資金2000万円問題がこれだけで解決するというわけなんです。ちなみに積み立てNISAは現在2042年までの制度ですが、延長される可能性もあります。さてどうでしょうか。毎月 3.3 万円なら頑張って本気で節約をすればなんとかなりそうではないでしょうか。毎月 3.3 万円を30年積み立てることができれば老後問題は解決なんです。老後資金を準備するためまずは積み立てNISAから始めてみましょう。
ではお次はイデコについて説明していきます。イデコとは要するに年金です。60歳まで引き出せない代わりに、引き出す時に退職金と同じように退職金控除を利用でき、大幅に税金を減らすことができる制度です。また掛け金は全額控除され、課税所得が減るので、高収入の人は毎年の節税効果も十分にあります。しかし会社員だと最大月2万3000円と限度額が低くて、60歳まで辞めることができないので、積立NISAの方が扱いやすいだろうと著者は言います。イデコが向いているのは退職金がないサラリーマンや国民年金しかない自営業の方で、一般的にはやはり積立NISAの方が扱いやすいと言えます。ではここまでで、積立NISAでインデックスファンドを買えば良いということが分かりました。では具体的にどんなインデックスファンドを買えば良いのでしょうか。著者がおすすめしているのは、1、eMAXIS SLIM 米国株式S&P500、 2、eMAXIS SLIM 全世界株式、3、SBIV 全米株式インデックスファンド、こういった商品になります。もちろんこれを買えば絶対に儲かると保証することは誰にもできませんが、多くの人が投資をしていて人気のある堅実な投資商品であることは間違いないでしょう。それほどリスクを取りたくなくて堅実に投資でお金を増やしたいと思っている人であれば、こういったものを検討するとよろしいでしょう。そしてこういった商品を買うときにもう一つポイントがあります。それはコストが安いネット証券を使って自分で購入するということ。間違っても銀行や証券会社の窓口に行ってはいけません。手数料を高く取られてしまうからです。コストが安いネット証券の楽天証券や SBI 証券などの口座を開けば、スマホやパソコンで投資信託を簡単に購入できますので、銀行や証券会社の窓口に行くメリットは全くありません。ではここまでをまとめると、税金的に有利な積立NISAという制度を利用してネット証券口座で、1、eMAXIS SLIM 米国株式S&P500、 2、eMAXIS SLIM 全世界株式、3、SBIV 全米株式インデックスファンドといった商品を買うということになります。こういったことを今からコツコツと行動して、しっかり自分で老後のためのお金の準備をしておきましょう。ここまで聞いて、このように具体的にお金が増えていくという道筋が見えれば、頑張ってお金貯めるモチベーションになりますという人結構いらっしゃるのではないでしょうか。漫然とお金を貯めるんじゃなくて、こういった風にインデックスファンドなどを利用して上手にお金を増やして老後資金を貯めるんだという明確な目標があれば、人はお金を貯めることができます。著者自身は2018年からインデックス投資をするようになり、知識もついて投資に慣れてくると、もっと投資に回す額を増やしたいという気持ちが出てくるようになったそうです。皆さんの中にもこういったインデックスファンドなどのお話を聞いていると、もっとお金を作ってこういったものに投資していきたいと思っている人は結構いらっしゃるでしょう。ではどうすればお金をもっと作ることができるのか。それはミニマリストになることです。著者自身もミニマリストになることで一気に貯蓄を進めることができたそうです。著者は実際にインデックス投資によってこのようにお金が増えていくということを理解できたからこそ、ミニマリストになってお金を投資しようと思えたんです。重要なのはモチベーションなんです。では2限ではミニマリストになって支出を徹底的に見直すことでお金を作り出す方法について述べていきたいと思います。その前に一元の内容をまとめておきましょう。ポイント1、著者は人に騙されどん底の貯金ゼロの状態から、1、お金の勉強とそれに基づくまともな投資、2、資産を増加させるミニマリスト、3、資産形成が加速する転職、副業、この3つを実行することで4000万円の資産を築くことができ、本まで執筆できるほど人生を好転させた。ポイント2、老後2000万円問題は自分の力で解決することができる。具体的な方法は税金的に有利な積立NISAという制度を利用してネット証券口座で、1、eMAXIS SLIM 全米株式、2、eMAXIS SLIM 全世界株式、3、SBIV 全米株式インデックスファンドといった商品を買うことである。ギャンブルや投資ではないインデックス投資というまともな投資を行うべきである。
ポイント3、漫然とお金を貯めるのではなく、こういったインデックスファンドなどを利用して上手にお金を増やし、老後資金を貯めるのだという明確な目的があれば、人はお金を貯めることができる。さらに資産を増加させる。ミニマリストになれば、さらにお金を作り出すことができる。それでは次2限で、ミニマリストこそ無理なくお金を貯める最適解であるということを解説していきたいと思います。さて、最近はミニマリストがブームになっております。ミニマリストは副作用のない薬のようなもので、私たちに様々なメリットをもたらしてくれます。中でもやはりミニマリストのメリットとして大きいのは、無理なくお金を貯めることができ、あなたの資産を増やすための強力な武器になるということでしょう。著者も徐々に貯金ができるようになり、投資も始めて、もっとお金を増やしたいなと思っていた矢先に、 YouTube でミニマリストの存在を知りました。ミニマリストの中には月10万円で生活している人が何人もいると知り、衝撃を覚えた著者は、そこで自分も少ないもので暮らせばお金がもっと貯まるのではないかと考え、ミニマリストを目指したんです。当たり前ですが、資産を増やそうとか貯金を増やそうと思った時に、収入を上げることももちろん大切ですが、いかに支出をなくすかということも極めて重要です。月100万円稼いでいても、月100万円使っていたら貯金はゼロです。月20万円稼いでいて、月10万円しか使わなければ毎月10万円貯金できます。どっちの方が貯金額を増やせるか資産を増やせるかは明らかでしょう。また月100万円稼いでいる人がミニマリストになって、仮に月10万円しか使わなければ月に90万円も貯金できるという恐ろしいほどの貯金額を叩き出すこともできます。要するに、資産を増やすためにはミニマリストというのは強力な武器であるということです。一元でインデックス投資のお話をしましたが、インデックス投資によってこうやってお金が増えていくんだという道筋が見えた人は、できるだけたくさんインデックス投資の元手を作りたいと思うでしょう。そこでミニマリストになることが非常に有効な手段となるんです。このように言うと、ミニマリストなんて貧乏臭くてダサいと思われる人もいるかもしれません。特に著者は女性ですので、ミニマリストになることによって服や化粧、美容などにかけるお金を削れば女性らしさを失ってしまうのではないかと思う人もいるかもしれません。ですが、そこは工夫次第でなんとかなるんです。ここが頭の使いどころです。例えば著者は服がもともと好きで、1週間ずっとおしゃれをするために毎日すべて違うワンピースを着ていたそうですが、平日の仕事で着る服は機能性を重視し、土日など人と一緒に食事やデートに出かけるときはおしゃれのためにワンピースを着るといった風に、曜日を切り分けることで女性らしさと機能性を両立させております。こうやって要所要所で工夫していけば、ミニマリストは決して貧乏臭くありません。今まで考えずになんとなく使ってきたお金の使い方を改めることで、今の生活を維持しつつミニマリストになってお金を貯めることは十分に可能なんです。例えば皆さん、家計簿をつけてみてください。家計簿をつけてみると、いかに自分がはちゃめちゃな支出をしているのか、いかに自分が適当なお金の使い方をしているのかがよくわかると思います。これからミニマリストになりたいとか、支出を抑えてお金を貯めたいと思うのならば、まずはやはり家計簿をつけるということが第一歩となるでしょう。家計簿をつけることによって客観的に自分のお金の使い方を見ることができて、無駄な支出に気づくことができます。そうすれば工夫次第でお金を節約できるポイントがいくつも見えてくるでしょう。例えば家賃。家賃は支出の中で最も大きく毎月固定されているため、見直すことで
大きな節約になります。例えば著者はミニマリストになる前は月12万円のマンションに住んでいましたが、ミニマリストになったことを機に引っ越して現在は約6万円の築30年以上の 1K6 畳の鉄骨アパートに住んでおります。このように言うと、そんなボロいところに住みたくありませんという人いるかもしれませんが、著者は部屋の中を自分で DIY をして綺麗にしているので室内はめちゃくちゃ綺麗だそうです。 DIY とは日曜大工をしたり自ら棚を作ったりリフォームを行ったりすることで最近結構流行っておりますよね。たとえアパートの外観は悪くても自分自身で工夫をすることによって内装は綺麗にすることができるんです。こういった工夫により著者は月6万円以上も家賃を節約することができたんです。また家賃に加えぜひ通信費も見直しましょう。著者は2016年月1万円のソフトバンクを使っていましたが、2022年現在は月約2000円の楽天モバイルを使っております。最近は格安 SIM や格安プランが一般的になりつつありますので、通信費に毎月1万円使っている人は高すぎますから今すぐ乗り換えてください。プランを最近見直していないなという人は古いプランのまま高い料金を払い続けている可能性がありますので、一度見直してみることをお勧めいたします。そして盲点となりがちなのが保険です。調査によると1世帯が年間で支払う保険料の平均額はなんと月に約 3.1 万円でした。ということは30年加入していると1113万円、40年で1484万円、50年加入していると1855万円を生涯で保険に払っていることになります。これにより保険貧乏に陥り老後資金がたまらない人が多いんです。実際に高額な医療保険に入っている人ほど共済や高額療養費制度の存在を知らない人が多いです。例えば共済とは民間の保険会社と違って営利目的ではありません。相互に助け合うという精神で共済に加入している組合員みんなで出し合ったお金から、事故や病気などの困ったことが発生した会員に対し集めたお金の中から共済金を支払うという仕組みです。共済は営利目的ではなく利益が乗っていない良心的な仕組みで運営されているため、民間の保険会社に比べると保険料が割安になります。また日本には高額療養費制度という非常に優れた制度があります。これが日本の医療制度のすごいところで、窓口での支払額が一定の金額を超えた分は還付されるんです。この制度のおかげで一般の収入の方なら1ヶ月4万4400円の自己負担で済むことになりますから、重い病気にかかった時に多額の治療費がかかるのではないかという心配は不要なんです。つまり多額の治療費が怖いから保険に入っておこうというのはあまり意味がないということになります。保険も家賃のように毎月払い続けるものですから、保険を見直すことによって貯められるお金が大きく増えることは間違いありません。ぜひ一度時間をとって保険を見直してみてください。さていかがでしたでしょうか。このようにミニマリストになるために家計簿をつけ始めれば無駄なお金を削ることができるポイントがたくさんあるということに気づけるでしょう。そして削った無駄なお金をインデックス投資などにコツコツ回しておけば、さらにあなたの資産を多く増やせる可能性も高まるでしょう。またミニマリストになるメリットはこのようにお金が貯まることだけではありません。例えばミニマリストになると自分の好きなことができる時間が生まれます。ミニマリストになると物の管理から解放されて時間ができます。食事や洋服を固定化したりシンプルにすることによって日々の生活における判断の時間も少なくなり、判断のために要する脳のエネルギーも節約できます。またミニマリストになると決めた瞬間、いる、いらないの判断力が鍛えられます。仕事でも残業などを増やさずに定時で帰るなどと決断する能力が一気に増します。また家でも
物が少ないため家事の時間が減りますし、家事の時間を減らす決断ができるようになり、時間もどんどん増えていきます。そのため自分の好きなことに使える時間が増えるというわけなんです。また人間関係の悩みから解放されるというのもミニマリストの素晴らしいメリットだと思います。ミニマリストになると物を減らすだけでなく人間関係の整理も考えるようになるからです。ミニマリスト的思考になることによって、当然ですが無駄な気遣いや飲み会の参加が減ります。いるいらないの判断力が鍛えられているため、人間関係においても無駄なものをスパッと切り捨てることができるんです。どうでもよい人間関係を手放すことができ、より大切な人に多くの時間を使うこともできるでしょう。またミニマリストになれば空いた時間とお金で幸せの幅が一気に広がります。ミニマリストになるとお金的にも時間的にも余裕ができます。浮いたお金を積み立てNISAの枠以上にインデックス投資できるようになるでしょうし、浮いた時間で大切な人へ愛情を注ぐことができます。あるいは健康に投資して体調を改善して幸せに長生きすることだってできるでしょう。このようにミニマリストのメリットには目を見張るものがあります。年収500万円ある人ならば年間で200万円以上のお金を貯めることも可能となるでしょう。ミニマリストこそ無理なくお金を貯める最適解なのです。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきましょう。ポイント1、ミニマリストは無理なくお金を貯め、あなたの資産を増やすための強力な武器である。ミニマリストなんて貧乏臭くてダサいというイメージを持っている人もいるが、決してそんなことはない。これまでのお金の使い方を上手に工夫して改めることで今の生活を維持しつつミニマリストになることは可能である。ポイント2、まずは家計簿をつけることによって客観的に自分のお金の使い方を見つめ、無駄な支出を把握し節約できるポイントをあぶり出そう。特に家賃、通信費、保険は大きく節約できるポイントである。ポイント3、またミニマリストになるメリットはお金が貯まることだけではない。他にも自分の好きなことができる時間が生まれる、人間関係の悩みから解放される、空いた時間とお金で幸せの幅が一気に広がるといった素晴らしいメリットがある。さていかがだったでしょうか。人に騙され貯金ゼロのどん底の状態から様々な工夫をすることで4000万円の資産を築くことができ、書籍まで出版したという著者のお話は多くの人を勇気づけるものだったと思います。著者は人に騙されどん底の貯金ゼロの状態から、1、お金の勉強とそれに基づくまともな投資、2、資産を増加させるミニマリスト、3、資産形成が加速する転職、副業、この3つを実行することで人生を大きく好転させることができたんです。今回の動画ではまともな投資とミニマリストについて解説しました。時間の都合上、本書に書かれている女性らしさを失わずにミニマリストになる方法や転職、副業などの内容には触れることができなかったので、ぜひ一度概要欄のリンクから本書を手に取って全ての内容をチェックしてみてください。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。